時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢味自慢の時間がやってまいりました。はい、広野由紀さんで道のくの春聞いていただきました。お客様ご紹介いたします。早速ですね、もう私の前にお座りでございます、広野由紀さんです。どうも初めまして、広野由紀です。よろしくお願いいたします。はい、広野由紀さんはですね、はい、今月ですね、私どもの番組のですね、はい、推薦曲というのをかけさせていただく方になっております。本当に今日はね、お忙しい中、今お仕事の帰りに、そうなんですよ、ね、ちょっと和服を着てるので、これからお仕事ですかっていう感じがすると思うんですけれども、今日お昼から、歌声カラオケというのを、おもで参道の、ホテルフロラションというところで、毎月2回皆さんで歌ってる、教室をやってるんですね。そうですか。それでその後の帰りなので、もうこんな格好で失礼いたしました。いや、バッチリです、素敵ですよ。これから同伴しようかなって何をおっしゃったね、はい、スタジオの外にはですね、もう追っかけさん、そうなんです、ファンの方がね、ご一緒にしていただいてますね。力強いファンの皆さん、皆さんありがとうございます。川崎の方から ありがとうございます。で、今のですね、道のくの春というのは、鈴木沙さんが主演の幸せカモンという番組の中で、映画の中でちょっとこう幸せカモンという、その挿入歌じゃないんですけども、その、鈴木沙さんが演じているお店の中で流れている歌なんですね、でそこで流させていただいてまして、で私もそこでちょっとお上役として旅館の、出ておりまして、でそこの酔っ払いの客として来てるのが、今日応援に来てくれてるヤーノというもうミュージシャン兼俳優 のヤーノもですね、皆さんありがとうございます。企画なんで来ていただきました。そうですか、ありがとうございます。広野チーム、広野チーム、広野組でございます、はい、はるかさんね、広野さんの簡単なプロフィールをご紹介していただけますか。本名がですね、広野由紀さんは、小宮さなえさん、さなえちゃんなんですよ。そして血液型が A 型、はい、そして出身地がなんと江戸川区と、お隣の東京都江戸川区でございます、シャキシャキの、もう東京区ですね。趣味が日舞、テニス、ボクサーサイズ、温泉巡り、多彩ですね。多彩です、はい。でこの歌手になるきっかけって何かございました？私の母がですね、伊沢八郎さんとか白根和夫さん の、の追っかけをやっておりまして、お母さんがあらら、で、子連れ追っかけやってたんですね、で、自分の娘を歌手にさせれば、追っかけなくて裏から入れるかなということで、私6歳の時から追っかけやって、前歌やってるんです。あら、ですから、お母さんのもう願い思いを一心に受けながら、そうなんですよ。で、6歳から18年かかってやっとデビューできたのが28年前なので、足していただければ年が36と分かってしまうと思います。そうですね、もう広野さんのですね、もう家紋の話をね、はるかさんちょっと聞きたいですよね。そうそう、先ほどね、なんか優勝ある話が横たわってるというね、ふるさと自慢なので何が自慢することがありますかって、ぜひぜひ白井さんと話をしてまして、私檀家のお寺がありまして、小松川なんですけれども、そこの檀家がですね、葵の御紋があるんですよ、入ってるんですよ。で、なんで葵の御紋かなと思って聞きましたところ、暴れん坊将軍がいましたよね、八代将軍、あの将軍がですね、千葉の方に鷹狩りをするちょっと手前で休憩をしたところが私のそのお寺なんです。そうですか。その名前が小松川って言っても、小松川って小松菜の、それでその時にですね、お寺がナッパをですね、ちょもお出ししたんです。野菜のナッパね。あまりにも暴れん坊将軍の方がですね、これは美味しいけどなんて言うんだって言われまして、いや、これはちょっとうちのね、ここら辺で取れてるナッパですよって言いましたら、じゃあこれは小松菜と名前をあげようということで、それで小松菜になったのが、その名前が今も永遠と、そうなの、小松菜なんですよ。そう、じゃあもうお誕生日はその江戸川なんですね、小松菜は。そうなんです。誕生したのがね、西小松川で誕生しまして、はいはい、もう今は全国的な、当然そうです、そうですよね、小松菜大好きでね、私なんかも美味しいですよね。ルーツは広野さんのところです。そう、私の自慢ですね。今日初めて分かりました、その自慢できるものってね、今まで簡単に考えてましたら結構自慢ですよね。いや、自慢ですよ。葵の御紋ですからね。CD の裏とかに書いた方がいいんじゃない。そうですね、小松菜推薦の広野由紀とかね。いいかもしれない。それでね、その広野さんはね、もうね、秘密のスポットを持ってるんですって。
あ、お聞きしたいんですよ ね, すね、ぜひね、あまりの寂しさに独り身の、14年前に犬を飼いまして、はい、ノンタというワンちゃんを、プードルちゃんですね、あの、うん、その昔はですね、うん、とってもあのビタワンの、うん、モデルを10年やってましたので、うん、有名なワンちゃんなんですよ、あ、このノンタ君、で私はあの歌手としてはいまいちなんですが、ノンタに引きずられて、うん、テレビとかラジオとかよく出させてもらいまして、優秀な、優秀でも今おじいちゃんなんですけども、今14歳ですからね、であの近所のスポットをですね、うん、お散歩してるんです、はい、毎朝、はい、リバーサイド、はい、あ、リバーサイド、さすがエドワーク、ホテルはリバーサイド、でもね、協定場なんですよ、それは近くホテルじゃなくて協定場のリバーサイドなんですが、はい、でもですね、はい、目の前にはスカイツリーが見えまして、はい、朝は富士山も見えますし、はい、結構ね、秘密のデートスポットですね、しかも朝ならね、うん、朝ね、これのんたくんとの秘密のデートスポット、はい、のんたくんは静岡県生まれです、そうなんです、ミサヨさんと同じです、そうですね、浜松なんですけど、浜松ですか、はい、そうなんだ、もう私は静岡にね、ただあの嫁さんに、嫁に行っただけなんですけどね、でも静岡にいる人はみんな、うん、いい男もいい女もいますからね、はい、はい、ジロ町で、ジロ町ですよね、はい、いい女もいい男もいますよ、はい、あの江戸川もとてもね、いいところですけどね、でもスカイツリーができてから賑やかになりましたね、そうです、ちょっと離れてるんですが、うん、まあ、でも見る、もう大きいですからね、うん、すぐなんか目の前のように見えます ね, ね、はい、遮るものないからね、そうですね、高いからね、スカイツリーの周りはね、江戸川区は0メートル地帯なので、本当にもう低いんですけど、危ないね、危ないですよ、まあ、もしかして小さい頃から、ね、江戸川にほらボートレースがあるって言ってたじゃない、協定場がある、はいはい、もしかして行ってたの、いや、バイトに行ってたとか、行ってはいないんですが、いつもですね、柄のいいおじさまたちがですね、オケラ街道沿いなんですよ、うちが、はいはいはい、ですからいつも家の前を、品のいい方がね、すべてすっからかんになった人がね、あの寂しそうに下向いてる、ね、そう通ってたりするんですよ、だから昼間はちょっとリバーサイドはちょっと通らないようにして、朝か夜ですね、そうですね、いや、いいですね、この近くの方、さすが地元には詳しい、そう、いや、生まれ育ちましたのでね、もう小さい頃歌が好きで、はい、あっちこっちいろいろな前歌を歌うために日本全国行かれたんですね、そうですね、まあ、無理やりやらされたっていうのもあるんですけれども、うん、大人になりまして ね,、はい、もうでも歌手としてやっていくって言ってから、ね、もうやっぱりもう全国何周も回りまして、はい、あの日本全国、ね、いろんなところ行かれている中でですね、うん、忘れられないようなところありますか、そうです、私お酒が大好きなのでやはり食べ物がね、美味しいところがいいですね、うん、お酒に合う食べ物あるしね、そうだからやはり地方に行けばね、どこも美味しいんですけど、やはり北海道とか金沢は、うん、はい、美味しいですね、あ、金沢ね、生ものが美味しいという感じですね、うん、江戸川でも下町 の, この料理とかいうのはないんですか、はい、いやでもあれですね、協定所の近くですから、うん、昔はいっぱい飲み屋が多かったんですね、うんうん、ですから煮込みとかね、子供の時から食べてましたね、もつの煮込みとか、そうですか、だから大人になって今ホルモンが流行ってるじゃないですか、はいはい、ですごくやっぱり好きですね、あのコラーゲンがいっぱいだから、だからプリプリしてるんですね、そうですか、プリプリちょっと最近更年期で暑いんですけど大丈夫ですか、更年期だって大丈夫ですよ、元気ですか、大丈夫です大丈夫ですよ、ぜひですね、この番組のですね、はい、推薦曲、はい、望郷よされ、はい、これはどういう歌なんでしょう、あのですね、うん、これはどんな歌が歌いたいってこのディレクターの方に言われまして、うん、もう今まで、はい、愛だ恋だとか、うん、あなた帰ってきてとか待ってるわって歌が多かったので、うん、はい、もうそんな歌はいらないと、もうご卒業、もう卒業でね、卒業、そう、原点に戻る歌を歌いたいとお願いしまして、はい、そうしましたら、故郷を捨てて、母のことを思い出して帰りたいけど帰れないっていう歌を頂戴いたしまして、原点はここだということで頑張っております、最近カラオケの方でも歌われてきておりますので、ぜひカラオケの方は本人も出ておりますので、歌っていただきたいと思います、はい、望郷よされ、望郷よされ、はいはい、よくですね、望郷よされって言うんですか、違いますよ、望郷よされはい、じゃこの曲をですね、はい、1ヶ月間ですね、かけさせていただきたいと思います、ぜひカラオケで、はい、トライしてみていただきたいと思います、はい、ヒロノユキ望郷よされお聴きください、はい、